お前と別れて俺はパパとママと暮らすからだ。タワマンも手に入るしな。タワマン？何の話？あ、そういえばさっきの男性のことまだ教えてもらってなかったわ。あの人はこの家を買い取ってくれた人だ。俺がたまたま入ったバーで出会ったんだ。いやいやいや、何を言ってるの？ここは私の名義の家よ。お父さんたちから引き継いだんだから。知らねえよんなこと。とにかく権利書を渡したし、契約も締結したしな。さっさとお前も出ていく準備をしろ。はあ？私の名前はみゆき、35歳の専業主婦。夫のコウタとは5年前に結婚。当時私たちは取引先同士の担当者で、よく仕事手間顔を合わせていた。それから夫に食事に誘われるようになり、デートを重ねて交際がスタート。1年付き合った後に結婚した。夫は結婚したら家庭に入ってほしいと私に頼んできたので、私は寿退社をして専業主婦となった。それからは特に夫婦間で大きな喧嘩もなく、それなりに仲良く過ごしている。結婚生活も5年を迎え、もうそんなに時が経ったのかと感慨深くなった。私の両親はすでに事故で亡くなっている。それはちょうど6年前くらいの時、夫と付き合い出した頃だ。私は両親をいっぺんに亡くし、悲しみに暮れていた。その時私のそばでひたすら励まして声をかけてくれたのが夫だ。夫は、悲しいのはわかるよ、だけどいつまでも泣いてばかりではご両親も浮かばれないよ、と必死に声をかけてくれた。それから私は少しずつ元気を取り戻していった。だから夫にはとても感謝している。最近はちょっと冷たい態度を取ることが多いけど。おかえり。ただいま。飯は何？今日は煮物を中心とした和食だよ。なんだよ、俺は今日洋食が食べたかったのに。あ、ごめん。それなら前もって連絡してくれれば。ああ、なんで忙しい仕事の合間を縫って晩飯の件でお前に連絡しなきゃいけないんだよ。普通お前から聞いてくるもんだろう。ごめん。まあいいや、今日はこれで。これでって何？栄養バランスを考えて一生懸命作ったんだけど。夫は最近こういった理不尽な怒り方をすることが多くなってきた。夫がお前から連絡しろと言ったので、私はそれから LINE で洋食か和食か中華か聞くようにしていたのだが、夫はそれについても怒ってきた。お前さ、もっと具体的に聞いてこいよ。ハンバーグか麻婆豆腐か焼き鮭のどれがいいとかさ。そうなると3品何を案に出すか考えなければいけない。しかも残りの2品は案を出しても却下されるだろう。そんなん疲れるわ。ジャンルだけ決めさせろや。さすがに私は頭にきたので、それはちょっと大変だよと反対した。すると夫は顔を真っ赤にして怒り、はあ、専業主婦なんだからそれぐらいやって当然だろうが、サボってんじゃねえよと叫んだ。私はびっくりして何も言えなかった。今まで夫がそんな風に怒ることなんてなかったからだ。夫はイライラした様子が収まらず、無口になりながらご飯を食べていた。次からはちゃんとしろよ。わかったな。あ、わかった。一体どうしたのだろうか。あの時の私のそばで励ましてくれていた夫はどこに行ってしまったのだろうか。あれからというもの、私たちは会話がかなり減ってしまった。夫は帰ってくるのも遅くなり、食べてきたと言って家で晩ご飯を食べないという日も増えた。私は一体どうすればいいの。両親の仏壇の前で私はそうつぶやいた。答えが返ってくるわけでもないのに。私と夫は結婚してから私の実家で暮らしている。つまり夫婦としてこの家に住み始めてもう5年になるのだ。夫婦としてのいろんな思い出もできているのに、どうしてこんなことになったのだろうか。私がそんな風に思い詰めていると、いきなり高校時代の友人から連絡が来た。久しぶりに温泉旅行でも行かないかとのこと。私は気分転換にちょうどいいと思った。だが夫が許してくれるだろうか。私はその日仕事から帰ってきた夫に相談してみた。ねえ、今度友達と温泉旅行に行ってもいい？土日なんだけど。私はきっと反対されるだろうなと思っていたのだが、夫の反応は意外なものだった。いつ？え？だからそれはいつ行くんだ？友達からは2週間後はどうかって言われてるけど。2週間後の土日だな。わかった。え？いいの？行って。別にいいよ。家のことできないけど。2、3日くらい問題ないよ。なんなら金曜から行けばいいさ。私はびっくりした。まさか承諾するだけでなく日数を増やす提案までしてくるとは。私はすぐに友人に連絡。友人は有給を取るといい、金曜から2泊3日で温泉旅行に行くことになった。
当日を迎えても夫は特に機嫌は普通で、行ってらっしゃいと見送ってくれた。そのおかげで私は心置きなく友人との旅行を楽しむことができた。いい息抜きになったと同時に、夫に対しても少し希望が見えた気がした。もしかしたら仕事が忙しくて気持ちに余裕がなかっただけなのかもしれない。そして私は家に帰宅。友人が車で家まで送ってくれた。すると家の中から見知らぬ男性が出てきた。夫は笑顔でその男性を見送っている。一体誰だろう、夫にあんな友人っていたっけ。その男性は車に乗って走り去っていってしまった。私は家に入り夫を問い詰めた。おう、帰ってたのか。ちょっと今の誰よ。あ、なんだ見てたのか。ちょうどいいや、ちょっとこっち来いよ。夫に促されて今に行くと、そこにはなんと義両親がいた。え、どうしてお母さんたちが。みゆき、単刀直入に言う、離婚してくれ。はあ、もうお前といるのはうんざりなんだ。そんな、まさか夫が離婚を考えていたなんて。さっさとこれにサインしてくれ。夫はなんと離婚届まで用意していた。そして夫の分はすでに記入済みとなっている。どうしても離婚したいというの。ああ、お前は5年経っても子供も産まないし、ずっと家にいるしな。稼ぎもないニートを養うのはゴリゴリなんだよ。子供ができないのは私のせいだけかどうかわからないじゃない。それにずっと家にいるのはあなたが家庭に入ってほしいと言ったからじゃない。私が言い返すと義両親が割って入ってきた。子供がいないのはあんたのせいに決まってるだろうが。寄生獣が生意気言うんじゃない。なぜこんな風に寄ってたかって罵倒されなければいけないのだろうか。お前と別れて俺はパパとママと暮らすからだ。タワマンも手に入るしな。タワマン、何の話。あ、そういえばさっきの男性のことまだ教えてもらってなかったわ。そうだったな、あの人はこの家を買い取ってくれた人だ。俺がたまたま入ったバーで出会ったんだ。は？買い取った？この家を？どういうこと？俺が売ったんだよ、7000万で買ってくれるってよ。マジでラッキーだよ。ま、ここはなかなかいい家だしな。それにあの人は経営者らしいから金回りが良かったのもある。いやいやいや、何を言ってるの。ここは私の名義の家よ、お父さんたちから引き継いだんだから。知らねえよんなこと。とにかく権利書は渡したし、契約も締結したしな。さっさとお前も出ていく準備をしろ。はあ、権利書を渡したって。私は慌てて自分の部屋のクローゼットを見た。すると金庫が勝手に開けられている。いつの間に鍵を手に入れたのだろう。あんた何勝手なことしてるの、信じられない。今すぐ取り消してよ。ああ、なんでお前にそんなこと命令されなくちゃいけないんだよ。これは俺が決めたことだ。お前はさっさと出ていけ、この寄生虫が。ふざけないで、この家は私の家なんだから出ていくのはあなたよ。うるさい、力ずくで追い出してやろうか。このままじゃ拉致が開かない。力ずくで追い出そうとしたらすぐに警察に通報するからね。は、警察。ふざけんなよ、そんなバカな真似はやめろ。私は本気を、今すぐ出ていくのはあんたよ。夫と義両親はさすがに警察を呼ばれるのはまずいと思ったのだろう。家の明け渡しだってあるんだから必ず戻ってくるからな。そう吐き捨てて義両親と一緒に車で去っていった。私は夫がいなくなった後その場にへたり込んだ。もう何から対処すればいいのかわからなかった。だが一つ一つ片付けていかないとと、なんとか自分を奮い立たせた。この家は私が絶対に守るんだ。私はすぐに家の鍵を変えた。出かけている最中に夫に入られて私が追い出されてしまったら困るからだ。そしてその後すぐに弁護士へ相談。話によると名義を変えるのは権利証だけではできないらしい。印鑑証明書と実印が必要なのだとか。幸い印鑑証明書と実印はなくなっていなかった。きっと土地の権利証だけ渡しておけば大丈夫だろうと夫は考えていたのだろう。弁護士の方によると、家を買い取ろうとした方から名義人である私に家を売ってくれるかどうかの追認についての催告が来るだろうとのこと。そこで私が断れば、勝手に夫が知人に家を売る契約を結んだとしても家を売ることはできないらしい。まあ冷静に考えれば当たり前のことだが、とりあえず家を守ることはできるのだと安心した。そして数日後、案の定催告書が届いた。夫は私の代理人ということで話を進めていたらしい。まあ名義人じゃないからそう言うしかないけどね。私は催告書に書いてあった連絡先に電話し事情を説明、丁重にお断りをした。その男性は夫から妻も同意していると言われたと憤慨。
電話では納得がいっていなかったそうだったので、弁護士同席のもと喫茶店で直接話し合うことに。するとその男性は私を見て驚いていた。あなた誰ですか？コウタさんの奥さん本人が来たんじゃないんですか？はい、私がコウタの妻ですが。私はコウタさんがよくバーに連れてきていた女性が奥さんだと思っていたのですが。ちょっと待ってください、どういうことですか？その男性の話によると、夫はバーで若い女といつも親密そうにしていたらしい。それである日、夫が先に一人で飲んでいて、カウンターで隣の席になったため、よく話すようになったんだとか。それって、いつ頃の話ですか？コウタさんと出会ったのは半年ほど前かな。半年ほど前。そういえばその頃から夫の態度が冷たくなったような気がする。つまり夫は不倫をしていて、この家を売ってタワマンも購入し、義両親と4人で住むという計画を立てていたということだ。すいませんが、あの家は私の両親との思い出が詰まった大事な家なんです。だから売ることはできません。いやいや、こちらこそ何も知らずに勝手に話を進めてしまい申し訳ありませんでした。そう言って男性は権利書を返してくれた。それにしても、コウタさんは最低ですね。愛想も良くて信頼できる人だと思っていたのですが、騙されました。あの人、外面はすごくいいので。すると、弁護士が口を開いた。何も知らずに売買契約を結んだのであれば、コウタさんに損害賠償を請求することはできますよ。本当ですか。ちょっと懲らしめてやりたいですね。男性が乗り気になったので、弁護士は詳しく説明をした。これでまず家は完全に守れたし、夫にも制裁を加えることができる。それから数日後、夫が家にやってきた。インターホンが何度も鳴る。私は鍵を開けて玄関のドアを開けた。おい、お前鍵を変えたのか？当たり前でしょ。勝手に占拠されたら困るし。ふざけんなよ。何勝手にそんなことしてんだよ。私の家なんだから私が何をどうしようと私の勝手でしょ。そうだ。お前家の売買を拒否したって本当かよ？俺はあの人から損害賠償を請求されたんだぞ。何考えてんだよお前は。はあ？勝手に権利証まで持ち出して無断で売ろうとする方が悪いんでしょうが。っていうかあなた誰ですか？は？お前何バカみたいなこと言ってんだ。あ、ごめんね。過去の人のことはすっぱり忘れるタイプなので。は？過去？あなたとはもう離婚したから赤の他人なのよ。あ？お前まさか離婚届出しちゃったのか？当然でしょ。あんたとこれ以上結婚生活を続けようなんて思わないし。ちょっと待てよ。離婚が成立してるってことは、俺はこの家には帰れないのか？当然でしょ。何当たり前のこと言ってるの？そんな。何を焦ってるの？タワマンを買うお金が手に入らなくて彼女に捨てられるから？え？この家を買おうとした人が教えてくれたわ。あなたが若い女性とよくバーに出入りしていたって。更新所にも依頼して証拠も手に入れてるから、そろそろあなたと不倫相手のそれぞれの職場に内容証明が届くはずよ。二人に対して必ず慰謝料を請求するからね。そんな。元夫と義両親は顔を青くしている。もう話すことはないわ。そろそろ帰ってくれる？あなたの荷物は実家に送るから、これ以上居座るなら警察呼ぶわよ。元夫と義両親はショックでうなだれながらその場から去っていった。その後、私は無事に元夫不倫相手から慰謝料を支払ってもらうことができた。元夫は職場の人たちに今回の件が知られてしまい、肩身の狭い思いをしているらしい。だが私への慰謝料の支払いと、家を勝手に売ろうとした際の損害賠償の請求で借金まみれになっているらしく、仕事を辞めることはできないらしい。そういった状態だから復縁して助けてほしいとメールが来ていたが、無視して着信拒否にブロックと連絡手段を全て断ってやった。その後、私は無事に再就職先が見つかり、生活費も安定して稼げている。独り身になったので、今は友人といろんな場所へ旅行に行って有意義な時間を過ごしている。しばらくは恋愛はいいので、独り身の生活を満喫しようと思う。いや、まさか知人に勝手に家を売ろうとするなんてやばいやつですね。本当、家を失わずに済んでよかったです。やっぱりすぐに弁護士に相談するのがベストですね。家を買おうとした人も理解を示してくれてよかったです。これからもご両親との思い出の実家を守りながら幸せに生きてください。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。
では次の動画でお会いしましょう。